宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第83回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて今週はですね、月曜日になんとラジオの生放送に出演させていただいてきました。 FM 相模というですね、相模原市というところのコミュニティ FM なんですけれども、久しぶりに他の人と喋るラジオ、そして本当に久しぶりの生放送でした。いやー、すっごい前ですね。某サテライトスタジオで番組をやらせていただいてた時以来ですね。でもその時はサテライトスタジオで金魚鉢見えている状態だったので、聞きに来てくださっている方との、なんて言うんだろうな、カンペ的なやり取りも含めてのコミュニケーションもあったし、たまには外からカンペでのダメ出しをいただきながら、はい、そんな状態でやっていたんですけれども、建物の中でスタッフさんとパーソナリティさんと私とっていう状況ではおそらく初めての体験でしたね。っていうか、人様のラジオにゲストで行くっていうのは、うん、でもそれも何年ぶりかかな。で、どんなお話をしたかというとですね、聞いてくださった方ももちろんいらっしゃるかもしれないんですけれども、パーソナリティの山城さんとは以前舞台で一度だけご一緒してるんですね。同じ劇団にそれぞれ何年間か関わっているんですが、見事に一緒に出てるのは1回だけしかないっていう、そういう関係だったので、まあ、そういう知り合ったきっかけみたいなのをお話しした後に、山城さんが興味を持ってくださったのはお花だったりとか小笠原だったりとか、そういう宮永の役者ではない活動というか興味を持ってやっていることの部分を結構聞いてくださいました。あ、でもそうだな、山城さんもね、似顔絵だったり紙芝居だったりで、あとは無声映画の弁士だったりっていろんな顔を持つ方なので、ぜひぜひまた詳しくお話をしてみたいなという、なんだろうな、もっと時間があっていっぱいおしゃべりできたらよかったなって、これラジオですからみたいな、あのおしゃべりじゃないですからね、あなたのみたいなぐらい、すっごい楽しいお話になりました。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流昇雨会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネーム池田仁さんから、まいまいおはようございます。先日健康診断がありました。特に問題ないだろうと思ってたんですが、体重が増えていてこれ以上太らないようにと注意されてしまいました。まいまいは最近ショックな出来事はありますか、とのことです。ありがとうございます。ああ、健康診断ね、これドキドキしますよね。あのサイズ測られるのも嫌だし、なんとかコレステロールが多いだの少ないだのを言われるのも嫌ですよね。宮永が昔ね、悪玉コレステロールが少なすぎますって言われた時があって、
悪が少なくてなんで悪いのって思いましたね。うん、そうですか、体重ですか。いやうっかりすると増えますよね。で、ちょっとなんかやれば減ったりもするんだけれども、気がつくとまた太ってたりしますよね。まあこれは年上のお姉さん方と喋っていてもそうなんですけれども、だん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 戻りが甘くなるよね。だから気をつけた方がいいよ宮永ってよく言われます、お姉さま方に。いやでも最近その言葉の意味を理解し始めましたよ。うん、戻りが甘くなってきた、気をつけようということも、うんうん、あります。でもこれ以上太らないようにと注意されてしまいました。やっぱ健康に良くないでしょうね、きっとね。うん、気をつけてください、池田陣さん。で、最近ショックな出来事はありますかと。はあ、そうですね、つい先ほどちょっとショックを受けましたね。実はですね、今日ちょっととあるオーディションに行ってきまして、バスで帰ってきたんですよ。で、そのバスは駅から出ているんですけれども、そこそこ本数が多い路線なんですね。乗る人も多い路線なんですよ。だからバス停に、先に出るバスに乗る人は右に並んでくださいね、で、その次のバスに乗ろうと思う人は左に並んでくださいねって最初から2本レーンが用意されていて、で、宮永がちょうどバス停に着いた時が多分出てすぐだったのかな、そんなに言うほど並んでなかったんですよ。10人並んでるかな、どうかなって感じだったので、先に乗るバスのね方に並んでたんです。でもさ、なんかいくつ座席があるのかって把握はしてないんだけれども、どうなのかな、座れるのかなってちょっとだけドキドキしたんですよ。くたびれていたので座って帰りたいなぁと思うわけじゃないですか。もし座れなさそうだったら途中でその左の次のバスの列に移ろうかなーなんてこう軽い気持ちで並んでいたらですね、どん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 次のバスの方に人が並んでいくんですよ。で、え?と思って後ろを振り向いてみましたところ、ものすごく列ができていまして、ああこんなに乗るんだって思ったのね。で、バスが来て運よく座れたんですよ。運転手さんの真後ろとちょうど反対側の席だから、東京のバスは前から乗るタイプなので、乗ってすぐの席、一番前の席ってさ、ちょっと段差があるからさ、幼児とかお年寄りの一人掛けご遠慮くださいって書いてあったりするじゃないですか、あの席ですよ。そこに座ったのね。で、どん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 人が乗ってきて、もうめっちゃ混んでて、うわぁ、これはなんか逆に、うん、そういう席だから、もし座りたいかなっていうような方がいても譲れない席ではあるんだけれども、なんだかなこれって思うぐらい人がみっしり入ってまして、で、そのバスは出発したんですよ。駅から出発をしまして、次のバス停に、そこはちょうどね、いわゆるデパートの真正面にあるバス停になるんですけれども、そこに行ったら降りる人はまあもちろんいなくて、うん、人停留所だし、正直歩いていけばっていうような距離にはなるのでね、うん、降りる人はいなくて、で、バス停には人が並んでたんだけれども、運転手さんなんとバスを止めることなく、ドアを開けることもなく、満員なので通過しますで外に向かって言って、そのまま通過したんですよ。いや、うん、確かに乗れないんだけど、うん、開けたところで乗れないだろうなとは思うんだけれども、乗れて一人二人、うん、乗れないよねこれって感じなんだけどさ、通過するんだと思って、っていうこのが今日の第一のショックで、でもね、一番ショックだったのは、実は宮永が降りる三つ前くらいのバス停まで寝ちゃってたんだけど、目が覚めたらね、あんだけ乗ってた人がいなくなってて、すっきり座席に収納されてたの。立ってる人いなかったの。っていうかさ、いつ降りたの?どこで降りたの?っていうか、あんだけの人が動いたのに、宮永気づかないってどんだけ
爆睡してたの？と思って、うん。そうだね。後半の方は自分にショックを受けた出来事でございました。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。題して、気になりすぎて夢に見ちゃう。今年も飛んでおります。花粉が。いよいよやってきました、花粉症の時期。あったかくなるとね、なんかね、もう顔がね、かゆい気がしてきますね。マスクしてるんだけどね。なんかもうね、粉がついてるような気がします。でもこの花粉症って40年ぐらい前からしかない新しい病気なんだそうですね。調べてみたところによると、昭和36年、初めてのブタクサの花粉症患者が見つかり、その2年後にスギ花粉症の患者さんが見つかったそうです。あ、ブタクサの方が先なんだ。最近はスギ花粉とヒノキ花粉がやっぱり春だからかな、ね、風物詩みたいな感じですごいテレビでも言われてますけど、実はブタクサの方が歴史は古いんですね、日本では。で、アレルゲンになる花粉の種類っていうのは大きく分けると、樹木の花粉とあと草物の花粉があるようでございまして、有名なとこの、まあ、先ほども言いました、スギ、ヒノキ。で、あとは、北海道とかこちらが多いらしいですね。白樺。で、こんなのもあるんだって思ったのが、ブナとかコナラとかクヌギとかクリとか、いわゆる、どんぐり系というか、食べる系というか、実がなる系。そうなんだ。あれも花粉症になるんだね。で、あとは、ムクノキとか、ニレとか、ケヤキとか、ケヤキもそうなんだって、ケヤキ並木とか結構あるじゃんね。へぇー。で、あとは、まあ、稲花粉とか、キク科の花粉とか言ったりしますけれども、あと、ブタクサとかね、ススキ的なとか、セイタカ泡立ちそう的なとか、そういう、秋の、花粉症っていうのもあるみたいで、一年中実は花粉症はあるようでございます。宮永はですね、一回花粉症を調べようとしたというよりは、何のアレルギーなんだろうっていうので、病院の先生が適当にピックアップしていろんなのでアレルゲンを調べてもらったんですよ。その時はまあハウスダストとか、あのカビ的なものとか、でもアスギとかヒノキとかも、それなりにみたいな感じで言われましてね。結局どれがって言われたのをあんまり覚えてない。っていうか紙もらったはずなんだけどな、忘れちゃったなってかとかやっちゃいましたね。調べなきゃいけないかもしれないですね。でもなんだろう、ま、なんとなく年中アレルギーっていう感じなので、花粉症の時期だけ特にひどいってわけでもない。てかまあマスクはするけどさ、ちょっと目がかゆいなとか顔がかゆいなとか思うけど、でもさ、まあ花粉症だねって感じで納得しちゃってるんだよな。でもなんで花粉症になるんでしょう。てか花粉症になる人ってアレルギー体質の人が多いみたいなんだけれども、アレルギー体質のだいたい半分ぐらいの人は花粉症が発症するらしいです。でもしない人も半分いるっていうわけで、なんでなのか理由はわかんないらしいです。っていうかさ、そのアレルギーになる人っていうのは、その免疫を抑制する遺伝子が抑制しない？しづらい人らしくて、で免疫っていう言葉が出てきたんですけど、そうなんですよ。なんかさ、インフルエンザってさ、予防接種するじゃないですか。で、その予防接種で免疫をつけて、ひどくなるのを防いだり、かかりにくくしたりなんだけど、その免疫と、アレルギーの花粉症の反応って、仕組みは同じらしくって、ってことは、花粉が悪いってこと？でも花粉悪くないよね、別にね、って思うんだけどさ。だって、花が増えようとしてるだけじゃん。植物が増えようとしてるだけじゃん。みたいな。でもなんかそれが、宮永の体の中ではきっと、病原体来たぜみたいになっちゃってる。
でしょうね。うん。で、まあなんかそれで何回も何回も抗体を作っていって、で、その抗体が蓄積されて、ある一定ラインを超えると、発症するんだそうです。だから、花粉をいっぱい吸って、いっぱい吸って、許容量を超えると、なんかかかるみたいに理解してたんだけど、世の中の人はみんな花粉をいっぱい吸ったらいつかは花粉症にかかるんじゃなくて、花粉症にかかる可能性のある人がいっぱい花粉を吸うといつか発症するかもしれないってことらしいですよ。まあでもね、自分が発症するタイプかそうじゃないタイプかってわかんないと思うので、ぜひ今花粉症にかかってない方はぜひマスクをして花粉を防いでいただいた方がいいんじゃないかなと思います。花粉症の症状のくしゃみっていうのは花粉を体から出そうと吹き飛ばしてるんだそうです。で、鼻水とか涙っていうのは花粉を体から出そうと洗い流そうとしてるんだそうです。で、鼻が詰まってしまうというのは花粉を体の中に入れる前とブロックしてるんだそうです。頑張ってるね体。頑張んなくていいよ体。花粉受け入れようよ宮永の体。まあでも受け入れられないのがアレルギー体質なんだそうでございます。なんか調べてみたら切なくなっちゃった。夢に見ちゃうよこの切なさ。花を愛してるのにね。というわけで今週の夢に見ちゃう気になることは、今年も花粉がやってきたでございました。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。マイマイズブリの歩いた後には、もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。ペドー劇場第14回アトリエ公演アーラララという作品に出演をさせていただきます。こちらはペドー劇場のアトリエを使って行われる公演でございます。会場が狭いためお席に限りがございます。とはいえ劇団員全員、大御所から若手までゲストさんも含めて総勢14人でお送りいたします。オムニバス公演です。ご興味ございましたらぜひお運びください。3月17日月曜日から3月23日日曜日まで1週間のうち8回公演です。詳しい日時については番組ブログをご覧ください。チケットは日時指定全席自由で2500円となっております。ご予約やお問い合わせは番組ブログのコメント欄や番組ページのお便りフォームからお送りください。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。